ごいなぁ。これはやっぱり口で仕掛け切るいうのはなんとなくわかりますね。ねえ、すごいでかいなぁ。サワラです。顔だけサワラです。すごいなぁ。67。みんな釣れへん釣れへん言うて言うてはったんで。っていうのはガツンと来たってやつですか。ああそうなんや。うん、肉厚状態です。刺し用いいですね。刺し用は結構その釣れるんで人気があるんですけど、ちょっと今年渋い。全般的に。そうですね、うん。これでも結構釣れてますやん。五目やってますね。そう。まあ、ズボ釣りで。ズボ釣りで。花子も来たし、ナシラも来たし。結構いいサイズだね。ちょっと共食いされてますけど。これがね。餌容器あんのにな、なんで共食いするんやろ。おお。花子もすごいな。おお、すごいです。長時間頑張った割に。頑張った割に。ありがとうございます。ハマチやな。ハマチでかいです。45センチクラス。見てても汚れてます。ハマチ。もう釣れたんが分かったら超うまい。45ぐらいありますね。いや41やったんだ。測ってもらいました。41。おぉ、アジもね、サイズ来てますね。これがポンポンって切れんから、ほんまやね。おっきい網つけて、これ。いや、このアジは、サビキ。サンマの身が残ってるやつに感じてるやつ。タチウオの仕掛けに。わし、分かってないみたいで。でっかー。でかいわー。でかいでしょ？最高、すんごい。うわー。これ人間食べても美味しいし、魚も多分これ食べますよ。ちょっと。うん、ちゃうね。これ、イワシの。へえ、何珍しいな、両方釣れるって。大概赤ばっかりだね。うん、青の方がね、ちょっと潜ってくれる。おお、いいなあ、ってますよ。エアジ。20ぐらい来てますよね。もうちょっと数欲しいね。あ、ほんまでかい。なんかめっちゃでかいやん、その穴子。デンスケもデンスケも超デンスケやな。うえほんまアナゴこれ。でっかい。すごいな。足元？足元。あと何？アジと。ナシラ一個と。ありがとうございます。